岡田監督、少しはマシになってきた。阪神も1中日、26日、甲子園球場、後半戦開幕戦をクリーンアップ全員打点で快勝した阪神。岡田彰布監督は森下のダメ押しスリーランに、練習では徐々に少しはマシになってきたんかなと、あれをずっと続けていくことですよね、と語った。初回のピンチをよく抑えたよね。あそこで失点するかしないかで大きく展開が変わるところだったと思う。そして攻撃では四球で出たランナーを手堅くバントで送るのを見て、去年の開幕直後の岡田采配を思い出した。結果だけ見れば快勝でしたが、今日はまさに薄氷の勝利でしたね。初回から大ピンチの連続で、岡田監督の言うように1失点で済んだのが不思議なほどでした。村上投手本当によく粘ってくれました。前半戦はピンチに粘れない印象だっただけに、このピッチングは大きいのでは。今日はさすがに打たれすぎな気もしたけど笑い。ところどころ見ていましたが、森下選手バットが内から出て、アッパースイングが改善されつつあるように思えます。気になったのが、森下選手のホームランの後の佐藤選手の三振です。雑に見えました。一打席一打席大切にしてほしいです。ファンは見ています。明日も頑張ってください。クリーンアップで全ての得点を叩き出した。非常に良い試合でした。しかもツーアウトからの得点。何より森下のホームランは本当に大きかったですね。村上はちょっと不安の残る投球。だけど勝ちがついたことは良かった。次回は彼らしいピッチングを期待したいなと。森下、佐藤輝、大山が奮起してくれれば、後半戦の初戦の1勝は大きい。リリーフ陣もナイスピッチング。あと50試合余り。前半戦のように、取りこぼしは、自らの足を引っ張ることになる。岡田監督が言うように、勝ちが大切。勝てる試合を確実にものにしていく。そんなペナントレース運びが必要だろうね。その意味では、クリーンアップに打点がついて、チームのムードメーカーの森下に一発が出たのは幸先良いスタートと言える。今日はいい勝ち方ができましたね。森下のスリーランで勝負ありでした。村上は調子悪かったと思うけど、2桁安打打たれながらも1失点に抑えたのは素晴らしい。後半の開幕戦だから4点差でも勝ちパターン使ったんだと思うけど、桐敷は休ませてもよかったと思うよ。先発に勝ちがつき、クリーンアップが全打点。こういう試合が見たかった。森下選手は昨年も7月の甲子園で本塁打を放ったのを境に一気に調子を上げてきた。今日の一発は効いた。村上投手は11安打もされてよく1点で抑えた。岡田監督もおっしゃっている後半戦は勝ち負けがより重要になる。この3連戦できれば3連勝して週明けの巨人との3連戦を迎えたい。初回、ピンチをしのいだ裏の攻撃。近本が出たら中野に送らせた。結局はこれが先制点につながり、決勝点になった。これまでとは違うと思った。この勝ち方ができてくると、後半戦去年みたいな勢いに乗る可能性が出てきた。森下はホームラン狙いすぎて調子崩して2軍に落とされたようだけど、これから上位追撃には凄まじい決定力の復活は不可欠。もう勝ち負けですよ。これはもう今日のメンバーで最後まで戦って、行く意思表示。監督も腹をくくって、これからの試合を何が何でも勝ちに行く姿勢を見せたことで選手も腹をくくったのではないか。後半戦は昨年同様強い虎を見せてほしい。近本、中野、木浪はダメですね。小畑の負傷離脱は痛い。中野もオールスターで何か掴んでくるかなと思ったけど全くダメですね。近本は島田と変えた方が良い。初回の中野の送りバント、大山の右打ち、やっとやりだしたなぁと。内容では中日に助けてもらったけど、ここからは勝てばいい。とりあえず良いスタート切れた。村上は11安打も打たれて1失点で抑えた。抑えた村上もすごいけど、それが今のドラゴンズの状態ってことですかね。そのおかげで勝てたから良かったですけど。今日は村上を援護したというのことに尽きる。あとは佐伯を援護してくれれば、打線は前半打てなかったオペ頼みますよ。森下復活か。送りバントは大切やな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。